本日のワインはこちらです。はい、どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。ワインはこちらでございますね。はい、そうなんですよ、帰ってきたんですよもうね、ヨーロッパに旅行に行ってまして、日本に帰ってきて、第1回目のゆきおとワインですね。なんかこの空間でこういう風にやるのも本当に久しぶりだから、まあライブ配信やったんだけどねこの前ライブ配信をやったからこういう感じでは撮ってるんだけど、だちゃんとね一本撮る有京都ワインではね、久しぶりということで、なんかこう感覚が若干ふわふわしております有京若干今ふわふわしておりますということで、まず帰ってきてからの1回目ねの有京都ワインなので、やっぱりこうね大好きな日本のワインを飲みたいなと思ってこちらをチョイスしました。木戸さんですね、木戸ワイナリーでございます。木戸ワイナリーの、プライベートリザーブシャルドネ2018年ヴィンテージ、こちら全く同じワインを実は本当にちょうど2年前ぐらいに飲んでるんだよね。で、まあ、2年熟成して今どうなってるのかと、非常にタイミングもいいなと思ってて、セラーにねずっと寝かしたままだったので、そろそろ2年経った後はどういう姿になってるのかというのを確認しようと思います。もうね、美味しいことは分かってるのね美味しいことは分かってるんですよ本当に。長野県のね塩尻という場所で作られてるんだけど、まあ本当に日本を代表するワイナリーの一つじゃないかなとは思っておりますし、手に入んないというか、まあ抽選なんだけどね、まあ抽選に当たれば手に入るから、まあまあなんかその、うん、運がね良ければ手に入るんだけど、今年このね、あ、プライベートリザーブっていうこのシリーズはね、木戸さんの中でのまあこの、まあ、一番トップキュベのシリーズで、まあ、シャルドネで、あとはメルローの主体のやつとかカブレの主体のやつとかブレンドのやつとかね、ピノもあったり、なんかいろいろねピノグリもあるか種類はあるんだけど、そのプライベートリザーブっていうシリーズが基本的には夏だね、8月に抽選が始まって、8月の終わりぐらいまでかな、終わりぐらいに発送するのかな確か。だからちょうど8月中もう旅行で僕いなかったので、今回は応募することすら叶わず、結果発表が8月いっぱいだったから、結果発表じゃねえ、郵送配送するからね、なんかちょっと今年はね応募すらできなかった悲しい。まあ外れた可能性ももちろん高いけど、もうね木戸さんのストックももう本当になくなってあと1本あるかな。でも本当にね貴重な1本なので、ゆっくり楽しんで今日はね飲みたいと思います。どうなってんだろうな、気になる。やっていきましょう、ゆきおとワイン。色はかなり濃いね。前のね飲んだ時も結構しっかりとした色してるなと思ったけど、より黄金色に近づいてるかな。いい色だね、美しい。このコルクもほら見て、何も書いてない無地、いいですね、潔いよね、なんかね。いや、2018年、前飲んだ時から2年経ってますね。色がねやっぱもっとより黄金色になってる気がするな、やっぱ熟成して。どうでしょう、いや鼻息荒くなっちゃった熟成してます、熟成し始めてきてます、すごい。うん、この前飲んだ時の動画をさっき見返してて、自分どういう風に思ってたのかなと思って、なんとなくの印象を覚えてたけど、自分のね言葉を聞きながらね思い返したんだけど、やっぱり前飲んだ時はもう最初にもうフルーティーなフルーツの香りがふんだんにして、少しトロピカルが出てくるぐらいの果実のすごい素晴らしい香りがあって、そこに少し樽っていう感じだったんだけど、今の印象だと、うん、もちろんより
果実が熟れてきてる感じがあるんだけど、そこに熟成したことによって出てくる、本当にまだわずかだけど少しそのキノコのような香りとか、少しモカっぽい香りとか、なんかね、そういうブリオッシュ、ブリオッシュまではいかないのかな、うん、ちょっとその複雑味のある香りがあるかな、にお花とか、まあハーブもそこまで強くはないけど複雑味がすごく増してきてる。うわー、しっかりちゃんと熟成してる、素晴らしい、これはすごいな、うおー、蜂蜜が出てきてますね、蜂蜜が出てきてます。あのこれは僕の個人的な考えというかあれなんだけど、まだねこの蜜の香りってやっぱりどうしても白ワインってすごく感じやすくて、それがまだ若いワインとかだとその蜜っぽさっていうのはまだお花の蜜みたいなちょっとさらっとしたね蜜の要素なんだけど、熟成してくることによってそれがより濃厚になってきて蜂蜜っぽくなってくるようなイメージがあって、それがどんどんにに煮詰まった感じになると、まあ、ちょっとカラメルっぽくなったりするんだけど、これはねもうね蜂蜜っぽい感じの香りになってきてます。もう濃度が高い蜜っぽさというかね、うん、非常に非常にいいですね。うん、今すごくいい状態で、多分もう少し熟成はするかもしれないんだけど、なんかその熟成感っていうのがもう感じ始めてきてるから素晴らしいですね。たまらないです本当に。うん、でその奥の方にやっぱりこのなんか、まあ、生姜っていうと結構ツンとした感じのイメージがあるけど、そんなすごい強い感じじゃなくて、ふわっとほのかに香る生姜とか、なんかそういう日本っぽい感じっていうとあれだけど、まあわさびまではもちろんいかないけど、なんかどことなくそういう和を感じるような、うん、イメージを、やっぱりね日本ワインっていう先入観かなかもしれないけど、なんとなく感じるというか、すごいボリューミーで厚みのあるタイプっていうよりかは香りはすごいあるんだけども、そんなこう強い感じじゃないというか、うん、繊細で儚い部分もあるようなイメージかな。まあボリュームはあるんだけど、もちろんあるんだけどね、なんかその一般的に言う他の地域のね、あの豊満なシャルドネと比べると少し線は細いけどもエレガンスっていうのはすごく表現しているような気がします。いやー、こりゃやばいぞいただきます。おお、あ、すごいです。ちょっとさっき言った前言撤回します。酸がまだ結構しっかりあるし、飲むとなんかまだ若々しさはあるわ。香りだと少し熟成したかなっていうような感覚はあったけど、飲むとまだ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 多分熟成できるわっていう感じがしました。うん、酸も高いしまだフレッシュさがあるし、でもそこにやっぱりふわっとね、あのアフターに来る香りが熟成したようなね、さっき言った香りも出てくるから、少し変化はもちろんしてってるんだけど、いやなんか少しね、そう、うん、そうだね、それこそムスクっぽいような蛇行的な雰囲気も出てきてるので、まあ、これ熟成だと思うんだけど、すごい香りだね本当に。うわ、おいしい、すごいワインだね本当に。うん、うん、まだなんかやっぱり前樽の感じが少し和らいできて馴染んできてるんだけど、その少しトーストした感じのね香りもまだ残ってるから、これがもっと馴染んでくるとよりそのモカというかそういう香りが出てきて、もっとこうねふわってくるんだろうけど、まあまあでもそれでも今そこの熟成感とフレッシュ感のそのちょうど間ぐらいで味わえてる、これはもちろん素晴らしいから、いやーこれはやばいね。そして本日のおつまみはもうねこれですね、
奥様自家製のカンパーニュ、パンでございますにバターは雪印、日本帰ってきたねこれです、いただきましょう。これですね、まあ、パンとバターの組み合わせは本当にね、フランスでもう死ぬほど美味しいのは食べてきてるから、これもやっぱり家の味というかね、いいですね、合いますね、本当に。このカンパーニュはあのルヴァン、自家製酵母を使ってるので、やっぱりこのね、酸もね出てきて、それを酸とこのバターのね、この油脂分というかが絡み合ってって、これが抜群に美味しいんだよね。でワインに合っちゃうんだよね美味しいね最高だね、うん、やっぱ日本もいいね当たり前だけど、いや帰ってきたな、いい香りだな、いい香りして、もう一回バターとパンでいっちゃっていいかな、これすごい合うわ、バターパン、このシャルドネ素晴らしく合います。なんかそういえばこの前ライブ配信やった時もコノスルのオーガニックシャルドネだったから、帰ってきたからシャルドネが連チャンだねこの前ライブ配信来てくださった方、誠にありがとうございます。やっぱね楽しいね、あれね4時間ぐらいやったんだよねライブ配信4時間ってよくねみんな見てくれました、本当に嬉しい、ありがとうございます。またやるから4時間超え目指すから今度は。うまい、本当にすごいワインだよね、本当に。あーなんかもう複雑だもん、アフターがすごい複雑、うん、なんかちょっとパンとバターとワインのこのちょっと柑橘感かな、レモンっぽい感じかなが合わさって、なんかレモンケーキみたいになった口の中すごいな、面白い表情を見せるね、いろんな組み合わせで本当にいろんな表情を見せるよね、いいワインっていうのは素晴らしいです。いやプライベートリザーブシリーズ今年は応募できなかったからな、まだ来年まで待たないといけないから、次ね帰るまで、まあねそれがいいんだけどね、それだけ待って待って手に入れる、でも来年も外れるかもしれないその繰り返し、いやまあでも感謝だね、こういう素晴らしいワインを飲めることに感謝です、本当に。いやすごいワインだ、これは本当に美味しい、もうありがとうございますって感じですね本当に、はい、ということで本日ご紹介したワインはキドワイナリーさんのキドプライベートリザーブシャルドネ2018年でございました。本当に本当に素敵なワインですね、心に残るよねこういうワインはね。これで本日もゆっくりねおうちディナーを楽しみたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。なんか本当ねうちで撮ってるとなんかねすごいもうねゆるっとなってくる、もちろん全然そういったまあ場所は違えどやってることは一緒だからさ、そんなに変わんないんだろうけど、自分の中ではなんかねこのね家のこの安心感というかこの空間、なんか久しぶりのこの安心感っていうのがあってね、なんだろうな、いいねいいですねはい、ということでよかったらね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もありがとうございました。それでは皆様じゃあね、バイ。